2014年11月、再生医療新法と改正薬事法が施行された。これらの法律により再生医療を安全、迅速、円滑に進めることができるようになった。そして国民病ともいわれるがんの分野においても、新しい治療法に対応するべく国が本格的に動き出したといえる。現在がんの治療は主に外科的手術、化学療法、放射線治療が行われているが、今後はこれらと併用して免疫細胞治療が選ばれる時代が訪れるかもしれない。免疫細胞治療とは、一言で言うと自分の免疫細胞を使ってがんを攻撃する治療法。そんな免疫細胞治療を身近な医療として患者に提供したい。その思いで長年免疫細胞治療に取り組んでいるのが医療法人社団講師会。そこで今回は再生細胞医療の新たな可能性について、講師会のリーダー浅沼元博の取り組みに迫る。